建築の美と美術。アエセティクス&テクノロジーインビルディングバイピエール・ルイジ・ネルビー。序文より、あらゆる時代、場所を通じて言えることは、建築の一般的概念と、建物が満たすべき機能の定義及びその細部を決定する技術、力学。そして美的展開、これらすべてのものが一体となるべきものであり。この複雑な建築の問題を技術と芸術に分けて考えることは悲壮的な観察に過ぎない。建築は技術であり芸術であるというよりむしろ、技術と芸術の総合でなければならない、ということである。ピエール・ルイジ・ネルビー。イタリアの構造家、建築家。図99鳥の博覧会場のサロン C。内部。1949年集合展示場を拡張し、65m×70m の長方形ホール。サロン C の増築が決定された。4周に沿ってスパン10メートルのスラブを持つ。ボールト屋根とした。プレキャスト製作は季節の大ホール内で。トリノの非常に厳しい冬でも中断することなく続けられた。図100トリノ博覧会場のサロン C。内部。大ボールトは4つのアーチで支えられ、このアーチの面はボールトの水平推力と、周辺屋根の自重との合力の方向に沿って傾斜している。周辺屋根の水平合成は、スラブ上部において2方向背筋で適当に補強され、ボールトの水力を再分布しバランスさせる。図101鳥の博覧会場のサロン C。屋根のプレキャスト梁の製作。屋根のプレキャスト梁を製作している。図102鳥の博覧会場のサロン C。ボールト屋根の施工。場所内ボールトに比較してプレキャスト部材の設置用型枠は比較的簡単である。前面と右側に10メートルスパンの波形プレキャスト梁がすでに設置されている。図103鳥の博覧会場のサロン C。ボールト用プレキャスト部材の製作。必要な装置が簡単。したがって真に経済的である。図104鳥の博覧会場のサロン C。ボールト用屋根の施工。プレキャスト部材の下部の2列はリブだけでできている。この面は周辺にそう大きな窓から、光を入れるためにスラブは打たれない。下部のリブはすでに背筋が終わっている。上部ではプレキャスト部材から突き出ている鉄筋が見られる。それはその上に場所落ちされる薄いスラブで、力学的に一体化するためである。このスラブの背筋はまだ終わっていない。ご視聴ありがとうございました。サンクユーフォーウォッチング。登録をお願いします。Please register.